はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回は信長の予防大師パープキとバグマツ獅子転生物語の続きをやっていきたいと思います。前回はですね、まあ、ついに日本本土、ここに上陸をかけるということで、和歌山城そして岸和田城、この2つの城を幕府から奪取しました。ただし今回ですね、逆襲を受けていて3つの城同時に攻撃を受けているので、これを跳ね返すというところからやっていきたいと思います。ではまずやっていきましょう。最初にやっておきたいのがですね、間に合うかどうかは別なんですが、準拳所、ここをね強化して、敵の進撃を少しでも弱めたいというところですかね。あと国衆将兵があと12日で終わるので、これもね忘れずにタイミングが来たら発動していきましょう。まず一つ目、津山城の攻防、ここは勝利できるのであれば確実に勝利をしておきます。で、津山城を防衛してくれた土井隊ですが、土井隊はどうだろう、間に合うかな、救援に。岸和田城の救援に向かいましょう。前進せよ。待機するぞ。で、中岡慎太郎と大鳥圭介、ここは厳しい戦いになりそうだな。部隊数は味方が9、敵が7、兵数21,000、敵19,000ですね。で、国衆将兵発動して23,000と、まあ、有利に戦いは進められそうですが、ここはもう本当に被害を最小限にしてですね、次の戦いに備えなきゃいけないので、ちょっとでも敵の兵数を削る罠、鉄砲水、まあ、エビを仕込んでいきます。で、鉄砲水の敵を引き入れて足が止まってダメージが出たところを一気に潰していきましょう。なので、まあ、セオリー通り鉄砲水の後ろまで部隊を一度下げます。で、その後、鉄砲隊とあとは騎馬隊、足軽、まあ、槍隊ですね、それぞれの陣外を状況に応じて確認して入れていきましょう。ゲチよ、覚悟しておけ。いざ進まん。はじめよ、ゲチよ、叩きのめせ。覚悟しておけ、覚悟しておけ、覚悟せよ。お覚悟願おう。覚悟してもらおう。ゲチよ、始めるぞ。ご命令を。ご命令を。ゲチよ、始めるぞ。さあ、川岸に布陣完了です。あとは敵の出方を見極めます。鉄砲水までサクッと入ってきてほしいね。鉄砲水の間をちょうどすり抜けてきたな。いや、はまった。よし、いかん。ゲチ、始めるぞ。我が覚悟、お見せしよう。よし、ここも鉄砲水。ちょっとまとめて部隊数削りたかったけど、ここはしょうがないね。やりたい前へ。容赦せぬぞ。ご命令を。覚悟せよ。ちょっと雨が降っちゃってるのはしょうがないかな。覚悟しておけ。よし、鉄砲水3部隊ダメージ与えた。やりたい前へ。干渉のためのシナリオを考えましょう。今雨が降っている、まあ雪かな、降っている状態なので、ここは一度全部隊乱戦で敵の兵数分母を削っておきましょう。始めよう。ご命令を。やりたい前へ。我が力思い知るがよい。攻め込め。下がる部隊は追わない。それだったら今目前にいる部隊を徹底的に潰しておきます。お覚悟願おう。心してかかれ。ご命令を。覚
悟しておけ。貴様が望むはこの刃か。なんとかね被害を最小限にして勝ちたいんだけど、又兵衛、木島又兵衛隊が回想したな。岩崎弥太郎隊も回想。いやー、幕府軍も武将が優秀だからな、本当に全員が全員って言っていいと思うんだけど。さあどうする。まず一部隊壊滅できるのであれば壊滅しておこう。敵の部隊壊滅です。ああ回想する。まあ、ここはやっぱり足軽を前回だいぶ削ってね、農兵にしてる分少し緩くなっちゃってるのかなっていう感じはどうしてもありますね。さあ次の標的を決めていきましょうか。まだ敵の本陣を狙うには微妙な位置だよな。始めるぞ。ゲチ。始めます。やりたい。前へ。やりたい。前へ。この戦これからぞ。これからぞ。投げ払え。さあ思ったより味方に被害が出ている状況の中、いよいよ敵の本陣。大将大鳥圭介隊を潰しに行きましょう。いざ進まん。我らが破れるとは。これで今ぞ攻め込め。ジェット。やりたい。前へ。かかれ。大返しも発動。大返しね、むちゃくちゃ足速くなりますね。よし、参りも決まった。干渉への流れができてる。隙を見せたな。隙を見せたな。我が部思い知るがよい。やりたい。前へ。やりたい。前へ。我らが破れる。まあ泥沼来るよね。攻撃不可にするよね。投げ払え。まあただ時すでに遅し、ここまで敵を削り切ってれば終われると思います。いや幕府軍のね武将の質量ともに本当に桁違いなんで、定数で圧倒してないとちょっと勝てる気がしないですね。死力を尽くした甲斐があったな。さあ中岡慎太郎対1万5000か。もうちょっと数残したかったけどしょうがないね。ここは処刑します。幕を取ったわ。で中岡隊はこの後和歌山城に戻って和歌山城で防衛戦。この防衛戦が結構きつそうだな。忘れないうちに国衆将兵を発動しましょう。あと砲術研さんも入れられると思うんで砲術研さんも入れます。いや足軽精錬が先だな。皆の力合わせよう。で砲術研さんは入れられないね。うん、想定通り。待機するぞ。さあここだな。ここ秀忠62000。苦しい戦いになりそうだな。国衆将兵が発動して、戦力差7000。まあ罠
鉄砲水どんだけはめられるかにかかってるかな。秀忠隊がどこにどう布陣するかだよね。で、のろし隊はもう絶対に潰しとかなきゃいけないので、ただでさえね、兵力で劣っている以上は。覚悟せよ。さあ、では舞台を布陣させていきます。始めるぞ。ご命令をお覚悟願おう。始めるぞ。叩きのめせい。覚悟しておけ。始めるぞ。ゲチよ、覚悟しておけ。ご命令を。ゲチよ、やります。見つけたぞ。ゲチよ、覚悟せよ。よし、前火にぼちぼちとハマってってくれてるね。まあ、ただ本命はそこではなく、あくまでも鉄砲水。ご命令を。ゲチ、始めるぞ。もう鉄砲水にうまーく茎隊に引っ張られる形でハマってくれたね。始めよう。まだそんな鉄砲水があと2つこちらには残っている。ゲチよ、ご命令を。覚悟しておけ。始めます。覚悟しておけ。始めるぞ。ゲチよ、始めるぞ。覚悟しておけ。叩きのめせい。敵の居所が知れましたら。鉄砲水に誘導。基本は鉄砲水に誘導する。始めるぞ。始めるぞ。始めます。始めるぞ。覚悟しておけ。覚悟しておけ。始めよ。命を。覚悟せよ。おっと、ごめんなさい。奈落か。バカな。やりたい。前へ。奇襲を受けた。どうなんだ。なんとかたどり着いてほしい。のろし台まで。のろし台までなんとかたどり着いてほしい。あとは敵が前に出てきているところから順次潰していきましょう。始めるぞ。信じられない。信じられない。心してかかれ。おとり挑発。心してかかれ。まあいいよ、おとり挑発はこの際。さらに鉄砲水で3部隊一気に。敵の居所が知れました。味方壊滅。くぅ、なんとかのろし台だけでも撃破してから散ってくれ。よし、のろし台の方まではいけそうだな。で、味方はどうする。一等祭強いんで、一等祭乱戦のもとに打ち取ろう。やりたい前へ。やりたい前へ。一等祭が下がる。一等祭が下がる。一等祭は下がる。覚悟せよ。始めよ。かかれ。やりたい前へ。いやー、厳しい状態だな。かかれ。ようやくのろし台は潰した。
ただどうだろうね、戦力差が縮まらず兵数だけは減っているので、まずは数の少ない部隊から確実に潰していこう。いざ進まん。覚悟してもらおう。やりたい前。秀忠がだとどこにいるかだね。奇襲を受けているけど。敵は今力を合わせよ。九鬼隊がここで壊滅する。なんとか残ってほしいな。容赦はせぬぞ。敵が分散している間にまずは敵の1部隊2部隊でもいい、潰していこう。秀忠隊を発見できないまま九鬼隊が壊滅。やりたい前へ、やりたい前へ、攻め込め。奇襲を受けた敵の部隊はくーでかいな。我らが破れると。で残りはどこにいる。いざ進まん。秀忠隊を発見できないぞ。ここにいるな秀忠隊。ここですね。いや遠いな、遠すぎる。大返し使っても追いつけないな。ここまでか。うまく前半粘ったものの苦しい戦いにはなってますね。秀忠隊2500600ですね。いやー強いな。一等祭が強いよね。一等祭あとはもう一人でも多く敵を討ち取ろう。敵の追撃を受けますね。4万の兵が残ってるから和歌山城の疾患は免れられないかな。大村益次郎が敵に下ったと。でそしたら土井隊間に合うのか。土井隊ここも秀忠隊をなんとか。さっきの戦いセオリー通り戦って秀忠隊を撃破できずに終わったので、今回は作戦で本陣切り込み、切り込み隊は小牧に任せよう。あと罠は前尾を至る所に仕掛けておく。秀忠をなんとか撃破していこう。秀忠がどこにいるか、まあ、ここにいるのがそうなのか、一応にして数は少ないと思うので、賭けで左翼に回り込んで左翼から秀忠隊を発見次第秀忠隊に全軍突撃。賭けが外れた。秀忠隊の前にこんなにも分厚い壁がある。いざ進む。強力だな幕府軍。本気の幕府軍だな。やりたい前。ここで。さあここは我々も本陣切り込みを使って秀忠の本陣を
脅かしたいね。やりたい前。踊り上圧の効果終わった。そしたら秀忠の本陣に全軍突撃。やりたい前。ただ秀忠の前にはね、敵の武将が立ちはだかるよね。まあ、さっきはね、秀忠の部隊少なかったんで、さっきの戦いは秀忠の本陣に突貫をかけるべきだった。今回もと思ったんですが、今回は秀忠の本体、まあ、4500とだいぶ増強されちゃってましたね。まあ、そんな中でもね、秀忠隊に最後の最後まで大当てなんかいらなかったわ。迫っていきましょう。言っても秀忠、うわ秀忠でももう攻撃も防御もだいぶ能力補正かかって強くなってるな。いやー、秀忠の部隊がさっきの2600だったら、あるいはね、4000ぐらいやったのがもう2000まで減らしてるので、チャンスがあったのかなと思うんですが、今回は運勢むなしく散るな。一旦引きましょう。お覚悟願おう。一旦戦線を洲本城まで下げるしかないかな。和歌山城と、岸和田城、この2つの城はもう間違いなく失うと思うので、小牧隊が討ち死に。毛利高近も処断された。このピンチをどう乗り切るかですよね。まあ、対命重視でいこう。今対命が全然ないので対命重視。これにて表情を終わる。ご命令を。やってくれるな本当に。終えられぬな。志果たさずして将は終えられぬな。和歌山城が落ちましたね。参ります。まあ、和歌山城の奪還からかな。まずはそうなると後に続け。何、岸和田城に3万2000か。いやー厳しいね。岸和田城と和歌山城と、まあ、2つの城をお返しする形ですね、徳川幕府に。で、島津軍は上市城に向けて進撃を検討中というところのようですね。秀忠2万でしょ、山内隊3万2000。これなんとか和歌山城を守る、奪えるチャンスではあるものの、そうすると岸和田城が奪われる。どっちを守る方がいいかっていうと、どっちだろうね、和歌山城か岸和田城か、どっちかは守れると思うんですが、どっちかはもう見捨てるしかない。であれば岸和田城を守る方がいいですね。岸和田城まだ落ちてない城なので。参ります。ただちょっと待って、岸和田城で戦った場合、戦場上限敵が1万9000、味方が1万6000で、和歌山城だったら逆に
有利に戦えるんであれば、やっぱ和歌山城を奪還しよう。岸和田城は籠城戦で持ちこたえられるところまで持ちこたえる。それでいきましょう。はい、ではね、今回はここまでにさせていただいて、次回はもうこの岸和田和歌山両城の城取り合戦の続きをやっていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。